機機県,県,県は太平洋戦争末期に大日本帝国陸軍が開発した航空機であり特攻兵器の一つである。機115は帝国陸軍における名称であり、エンジンを波33に換装した海軍型は10日の名称で呼ばれる予定になっていた。設計、製造は中島飛行機。生産は昭和飛行機工業と、 完成本部も担当している。設計者の青木国広によれば、フィリピン防衛軍司令官に任じられた、山下智之大将の、我に剣を与えよとの演説にちなんで、剣と命名された。大戦末期の資材不足の時期に開発されたため、特に不足していたジュラルミンを使わずこや、木材の利用、動員された、非塾連工が働く、小規模工場でも製作できる。 要、胴体断面は、通常の楕円型ではなく成形しやすい深円にする。他、構造も可能な限り簡素化、単純化するなど、設計時点で量産のための工夫が行われていた。終戦までに105機が完成したものの、実戦には使われず、終戦を迎えたとされるが、1945年3月末に、三部飛行場から県による、 特攻出撃があったという証言もある。海軍の10は生産に至っていない。また、海外では10に陸軍から機に130の計画番号が与えられていたとする説が唱えられているが、日本国内の資料にこれを裏付けるものはない。発動機は仕様としては早ブサに使用され当時最も入手が容易な波115とされていたが、青木によれば、 倉庫に400台余っていた刃115を流用しただけである。日本海軍側は機115のエンジンについてことぶき光、金星、随星などを候補に挙げている。プロペラはエンジンに合わせて、早ブサ用の三羽ペラの予備品を使用。主脚は離陸後投機、再利用する簡易な交換構造のものとし、胴体仮面に半埋め込み式で爆弾を喧嘩し、手動投下する。 1945年1月20日試作開始、同年3月5日に1号機が完成し、審査と量産が並行して行われていた。ナオキマイナス87はエンジン及び、主客の引っ込み機構の不具合で開発が遅延しており、これらが本機の設計にも少なからぬ影響を及ぼしている。県は、風洞試験や強度試験を省略し、荷重倍数も半分とし、 引き込み式膠着装置を省略することで、試作機完成後のテストを大幅に短縮したのである。しかし、本機の主席審査官だった高島良一によると、航空機として多数の欠陥を抱えたままでの量産であったという。具体的には、爆走状態での離陸時、主客の干渉不良により、機体がバウンドし、火事の危機も悪く転覆の恐れがあった。また、 翼面荷重が過大な上、尾翼面積が小さいため、上昇中や直進中に横滑りを起こし、旋回や降下時も不安定と、全面的に飛行性能が劣悪であったという、このため単に飛ばすだけでも、かなりの技量を要する機体となった。高島は、本機は爆撃機として、不適当と任務との結論を提出し、実用化に向け機体各部を回収することになった。 完成、生産された高型のほか、未完成のオツ型、兵型の計画もあった。エンジンは、波110号のほか、金星も予定されていた。特攻兵器を全面的に投入していた日本陸軍、海軍では、特攻兵器に対し、資材設用と威力増大を求めていた。機110号の場合、 突入撃速の増大による、連合軍艦艇の対空防御火砲の突破、直縁戦闘機の突破、特攻機命中時の威力増大という複数の効果を狙い、突入時に翼を切り、速力、命中力、威力を上げる用法を採用している。海軍航空本部は、王家、収水とともに本機を大量配備する予定だった。一般的に本機は、 特攻専用機とされているが、機体設計主任の青木国広によれば、同時期に機、機マイナス87の設計にも参加しており、戦争には、到底間に合いそうもない同期よりも、今あるもので、間に合う飛行機を作ろう、というのが発想の原点であったという。コンセプトは、連合国軍輸送船団や上陸用集停の中に、瞬発進行付きの大型爆弾を投下する。 小型高速爆撃機であったという。青木国広によれば本機は体当たり専用に設計、製作されたものではなく、悪化する戦局に対応するため、限られた材料を使って戦場に間に合わせるべく作り上げた爆撃機であり、敵艦船や上陸用集停を攻撃した後は、胴体着陸して搭乗員とエンジンのみを回収して再利用することを前提としたと主張している。 基本設計を担当した渋谷岩尾によると当初は特攻機で片道飛行としていたが社長の中島畜平に青木と川端清志が概要説明をした際に生還の可能性がある計画に変更するよう指示があったというそのため設計を変更をしその計画説明書が数十年後に発見されそこには船舶の爆撃に任ずる小型爆撃機とし 着陸は胴体着陸と詩人名の前期をキスとの記載がされている。渋谷は胴体着陸できる陽気体仮面の後半を厚くする設計変更をしたという。戦後、TV 番組で国立航空宇宙博物館に保管されていた件を訪ねた高島に、博物館スタッフは実践投入に反対した判断を高く評価した。 この番組での扱いに対し、青木は前述のように、航空専門誌の記事で、あくまでも、特攻専用ではないと反論しているが、高島の指摘する、技術的な問題点に対しての具体的な反証は、なかった。加えて、当時のアメリカの戦闘機が、時速6 0 0トルを超えるのに対し時速5 0 0トル程度と、低速で、小純機を持たないため目視での登壇となるなど、 通常攻撃での運用には不利な要素が多い。また、帝国海軍において本機に特攻機であることを示す花を入れた名称が付けられていたことや、当時の逼迫した戦局から見て、海軍は本機を特攻戦用機とみなしていたことが伺える。なお、本機が戦闘機として開発されたという説が一部にあるが、これは誤りで、 体当たりするか否かはともかくとして、当初から小型爆撃機として構想され、機銃も装備しておらず、空戦能力は完全に土外視されていた。米軍に提出した計画説明書には単発単座爆撃機とある。本機の機種は特殊攻撃機、または突撃機とされている。なおこれは体当たり専用としての特攻機を意味するものではないが、 実際の運用においてはほとんど同義であった。もっとも霊式艦上戦闘機、水星艦上爆撃機、天山のように戦闘機、急降下爆撃機、雷撃機として開発された機体は、もちろん、白菊や93式中間練習機といった練習機も特攻に用いられるのが戦争末期の日本であった。ピマ航空宇宙博物館にいて、 横田飛行場の入り口に展示される機体プロペラを取り外された終戦後の研修戦後に接収された一機が1945年から1952年までアメリカ軍の国籍マークを付けた状態で横田飛行場の入り口に飛縁2型と共に展示されており、飛縁はアメリカ軍の手により修復され日本に返還されたが、 本機はそのまま放置され取材料が鉄と木材ということが災いして朽ち果ててしまった。アメリカの国立航空宇宙博物館にはアメリカ空軍が調査のために持ち帰った機体が移管され保存されている。東京都立航空公線に機体の一部が保存されていた。現在は茨城県つくば市の国立科学博物館つくば。 研究施設理工第一資料胸に胴体部、主翼部、エンジン部と分解された状態で保存されており、普段は非公開となっている。同施設は年に一度一般公開されており、その静かな余生を垣間見ることができる。機115ことぶ木、栄、金星、随星等各種起こり動機を装備し得る特攻機を、 L にあり同う施策未印中陸軍試作機と同一のもの、等価、起こり動機に、波マイナス三十三を採用する、木マイナス百十五ナリタン起こり低翼単用主要、寸度全幅点七二全長八点五零全高三点一零波マイナス33また一機一名最高速度四千二百メートルで二百八十約、六百0機採なし降着速度機載なし爆弾。 500機載なし単人航空隊機載なし、試作未印中陸軍試作機を海軍式に変更したものである。特殊機の緊急整備特殊機は、正式機の不足を補うため整備を要求されたもので、あって、特効的使用を目途としたため正式機に比して、戦備え上有利なる定員が多かった。当時正式機は、空襲による生産修理力低下。 航空燃料不足による搭乗員連度低下等の試し、両共に作戦の要求数の範にも達しない状態にあったので、特殊機には次のような一般的な要求があった。すなわち命中立大なること、威力大なること、資材の節用、取扱い容易なること、訓練容易なること、資材を節用し得ること、燃料を節用し得ること、高性能なること、 速報攻撃法に特攻機突入時の激速増大の、方法突撃時特攻機の翼を切断し速力を、急増し敵防御砲火並みに、敵戦時による被害を極限し合わせて激速を増大し、命中効果を大ならしむ右方法は、機115に適用機115支球大増産の方法を、コーセラド。水上練習機を除く。 前日用機に対して特攻装備を実施した。ありがとうございます。